賢明だな。カイマー、カイマーねえ、食べていい？グラトニー。グラトニーもカイマーもよく作ったな。ふん。ふん。いや、グラトニーすごいな。めっちゃ似てんじゃん。カイマーも目も髪型もさ、四角なのにめちゃくちゃ違和感がない。どっちもめっちゃすごいぞ、これ。めちゃくちゃすごいぞ、どっちも。クオリティ高すぎだろ。すごいぞ、これ。すげえ。グラトニーです。ブルーアイズブレードを持ってきた、会話。いや、これどっちも、すごいよ。でも、この会話、映画版っぽいっすね。映画版の会話っぽいっすね。デュエルディスクをイメージしてるのかもしれない、あの剣は。最新の。グラトニーの顔が白紙です。クオリティがあまりにも高すぎる。さあ、インパクト決めた。カイバー攻めていく。グラトニーが後ろから。カイバーの服が、あのカイバーしか着こなせないと言われてる、あのマントみたいなあの服が、コートか、あれが弾き飛んでしまった。さあ、崩されたカイバー。やはりグラトニーの火力が強すぎる。でも、あの会話のあの髪の毛はね、まだ残ってますからね。さあ、頂上決戦。キャラクリハイクオリティの頂上決戦。さあ、会話が攻めていく。グラトニーも負けじといいバトルです。投げだけど抜けてくる。めちゃくちゃいいバトルです。グラトニーが差し込んできた。こいつのパワーはやはり強い。もう暴走してますからね。カイバが後ろから攻めて、インパクトうまい。カイバ落とした。そう、リングアウトという勝ち筋もあるんです。ふん。さあ、カイバ決めました。いや、カイバカードで、カード敵のなんか銃とかに刺したりしますからね。アタッシュケースでなんか人殴ったりもしますからね、カイバはね。意外と戦闘スキルがあります。グラトニーに勝てるかもしれない、カイバなら。さあ、カードをちゃんと使っていく。グラトニー、ここで必殺技だけどガードしていく。カイバー、さあ、グラトニー若干押しているだが、まだわからない。どこからでも逆転できる。それがこのゲームです。決めた、グラトニー。カイバーの頭がついに壊れてしまった。いやー、グラトニー強かったね。いや、どっちもすげえクオリティだった、キャラクリが。ありがとうございました。いや、すごかったな。いや、もうクオリティがすごかった。どっちもお見事でした。いや、まるで格闘ゲームみたいなキャラクリゲーム。それがソウルキャリバーです。はい、ありがとうございました。